どうもプラチナムチャンネルへようこそ。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日もねまたいいトレーラーが入ってきましたので、ご紹介したいと思います。はい、今日ご紹介するトレーラーは、こちらもねフォレストリバーさんのトレーラーになります。ウルフパップの 17JG ブラックレーベルというモデルになります。以前ね、このウルフパップの 17JG リミテッドといういわゆる波板モデルっていうのはね、紹介してると思うんですけど、今回ねこの 17JG のブラックレーベルがね入手できたのでご紹介したいと思います。こちらの車両ね22年デザインになりますけど、車両のシリアルとしては23年車になります。23年のね、新しいものになりますとちょっと後で紹介しますけど、中の家具の方がね、ちょっと色が変わってくるということで、まあ、こちらの車両ブラックレーベルという名前だけにね、車内の方もブラックの方がいいんじゃないかなということで、22年のモデルのねデザインだと、内装がブラックになるということでね急遽、入手しました。こちらのねトレーラー結構全長はね7メーターちょっと超えるぐらいの、比較的一軸モデルとしては大きなものになります。ただねこちらぐるっと見ていただきますと、一軸ながらはいかなり大きなねスライドシステムがついています。後ほどね中の方でここのね広さがどれだけ、大きいかというところをね、ご覧いただければと思うんですけども、一軸トレーラーのねスライド付き、6メーター60クラスのものでもないことはないんですけど、私のね今までの経験からすれば、一軸でねスライド付きモデルを購入するなら多少大きくてもこの7メータークラスをね買うべきだと思います。その辺後で、ね、中の方でしっかり紹介していきたいと思います。では外観の方から見ていきましょう。ウルフパップのねこのねブラックレーベルだよっていうね一番の違い分かりにくいんですけど、これ、ね、ウルフの目がね青いんですね。だと一応ブラックレーベルだよということらしいです。でこのクラスになりますと電動短ジャッキが標準で、うちの場合は8キロのガスボンベカバー付きですね。それからサブバッテリーが1つ標準でついてきます。でこのモデルもねかなりしっかりしているので、ここのね鉄骨のフレームかなり厚いものをね使っています。しっかりしていると思います。でこちらねフロントベッドになるわけですけど、そのね下収納になっています。かなりね広いです。でベッド下の家具もねしっかりこうね、数ある木で支えてますのでね、しっかりしてると思いますし、まあ、この収納庫のね壁のこの厚さ、結構あるので中への冷気の伝わりもね、結構抑えられるんじゃないかなと思います。でこうマグネットキャッチで簡単にねドアロックできるので、開け閉めも便利です。からこのねブラックレーベルっていう風になりますと、この非常に美しいねこのファイバーパネル、まあ、実際ファイバーというよりはちょっとね素材的にはちょっと触ってみてもらうとちょっと違うね純粋なファイバーではないんですけども、まあ、それよりねちょっといい感じのパネルじゃないかなと思います。はい、ちょっと明るくて分かりにくいんですけどね、こんなところにポーチライトみたいなのもついています。からかなり大きなね、このサイドオーニングで、ちょっと真横から見ていただくと今こうね左の方を斜めにしてあります。まあ、こうすることによって雨の日とかね片側にこちら側の方にね雨を流すということができますので、出入りするところが濡れなくてねいいんじゃないかなという、こういったこともねオーニングができるようになっています。からエントランスのドアは、ガラスですね。もう普通に映っちゃうぐらいかなり綺麗なね、ガラスです。で窓の方はフレームレスウィンドウ全部スモークですね。でこのモデルはここになんと冷蔵庫ついています。このど真ん中についてますんでね、外でちょっと飲み物を取りたいなっていう時ねすごく便利かと思います。こちらの冷蔵庫は外部電源つながっている時しかねちょっと使えませんけども、長期滞在とかだったらかなりね便利じゃないかなと思います。で、ブラックレーベル専用のねこんな LED がつくロゴマークがついています。からアウトドアスピーカーもついています。こちらもねこうブルーな、照明がついたりとか、上もねオーニングのねライト、これもちょっとブルーになっています。まあちょっと実際の明るさはねかなり暗くなっちゃいますんで実用的ではないとは思うんですけどね、目指したい人にはすごくいいかもしれません。からこちらね、テレビブラケットがついてて、外でねテレビを視聴することも可能です。から、オフロードパッケージみたいなものになりますので、かなりねごついタイヤと、まあ、かっこいいねブラックのアルミがついています。からねこういったところもね、プラスチックじゃないです。ちゃんとしたスチールでねできてますんで、いいモデル悪いモデルの違いで覚えておいていただきたいんですけど、やっぱりここがねプラスチックのモデルっていうのも結構あるんですよ。
でそうするとこういったところにね挟まってるあの石が抜けた時にこういったところ当たると割れちゃうことあるんですね。まあそうなりますと、中にね水が浸透してしまうということもありますので、まあいいモデルっていうのはスチールをね使われていることが多いです。でこちら、ここね2段ベッドになるわけなんですけど、上も窓しっかり開きますし、下にこんなアクセスドアがありましてね、こんな感じで、はい、大きなねベッド跳ね上げると大きなね、荷物を収納するスペースもあります。はい、ここからね入って寝れるんじゃないかなっていうね、ちょっと眠くなったらすぐ横になれるというのもね面白いかもしれません。はい、後ろに関してはこんな感じです。スペアもごついですね。でこちらのワイヤレスのねバックカメラついてますけど、ちょっとこれは日本では使えないので、ベッドオプションでねお買い求めいただくようになると思います。でこちらねこういった作業灯もついてて、夜ねこうちょうどこの下に排水システムあるんですけど、まあ帰ってきてね、暗い中で作業するときにもこういったライトがあるとね便利じゃないかなと思います。から電源接続口ですね。はい、かなり大きなねスライドボックスです。一軸としてはねこのスライド本当に大きい方だと思いますよ。で、外部シャワーもついています。こちらは水のね給水とか、直接水道をつなぐ、コネクトになります。から温水ボイラーですね。あのサイズ的にもね7メーターって聞いちゃうとね大きい気もするとは思うんですけども、まああの慣れれば全然ね扱えるサイズではあると思いますし、まああの車輪もねこう一軸ということになりますので、取り回し自体はねそれほど大変なモデルではないんじゃないかなとは思っています。はい、せっかくですからね、あの普段見れないルーフの部分をねちょっと、皆さんにね、ご紹介したいと思います。はい、17JG のねルーフこんな感じになっています。このモデルはすでにソーラーパネルついていて、このね真ん中の大きいのが、ルーフクーラーになります。で奥の方にはねベンチレーターとか、排気のね、管があります。まあ、非常にね綺麗なルーフの状態です。でスライドアウトボックスの上っていうのはねこんな感じになっていて、で当然少しこうね若干ですけど、右側にこう傾斜してますから、全部ねボックスの外の方にね、水が行きますので、中に入ってくるということはよほどね、台風みたいな強いねあの時でなければと思います。まあそういった時はさすがにね出さないでいただければと思います。で、よくね、アメリカ製品そのままだとどうのこうのってね、騒がれますけど、このコーキングの質見てください。非常にね綺麗なコーキングしてますよ。隙間なくね綺麗にこう埋まっています。で、これがねアメリカのそのままの状態です。これでね何かダメかというと全くダメではありません。このコーキング剤ね全然しっかりしてますし、あの全く問題ないです。で、こういったねエッジの部分、実際ねこの上にいくら重ね塗りしたところで、効果ないです。で実際これにね、日本のコーキングってうまく密着しないんですね。そのままだとダメなんですよ。あの我々は塗ってないです、逆に言えばね。で、もしやるとすればこういったエッジの部分だけですね。でもこういったところって今ね全くちゃんとついてるので、今すぐやらなきゃいけないかって言ったらね、そんなことはないんですね。でお客さんの方でねもう数年したらこういったところだけやってもらうとか、はい、そんなことでいいと思いますし、数年してくるとこの上にあのコーキング剤が乗るようになってきますから、重ね塗りしてもいいですけど、まあ1回取ってやり直すっていうのが一番いいです。まあそういったところにこういったね隙間だとか、こういったエッジの薄い部分ですね、コーキングの薄い部分とか、まあこういったね周りとかをねやっていっていただければ全く問題ないです。非常に綺麗なねコーキングで、埋まっています。で、まあ、こういったところはねあのこういったヘリの部分っていうのはあのやっぱコーキング薄いですからね、数年に一度やったりとか、もちろんうちの方もねあの薄い状況だったら手直ししてね出したりということでやっています。あの雑さ加減はありますよ、コーキングの下手くそ感とかね、そういったところはありますけど、まあそこはね全然手直していいかと思いますけどね。はい、ルーフなんかはねあんな状態で綺麗にできていれば、全くね心配する必要はないかと思います。じゃあ中の方を見てみましょう。はい、こちらフロントの方の常設ベッドですね。はい、上にはオーバーヘッドキャビネットで、ウルフポップの方はこういったねちょっと枕頭みたいなね感じのものもついています。この辺ね USB なんかもあの取ることができますんで、でいいことにこういったちょっとねしたスペースがあるので、こういったとこ携帯を置いてね夜寝ながら充電も可能ということになります。
はい、それでこちらですね、ここが先ほど外で見てもらったこの黒い縁の部分がね、外側に飛び出ています。で、結構大きなね、こう雄大ネットになっています。ここがね、6m60 にしてしまいますとスライドボックスも小さくなるんですけど、モデルによってはね、このベッドもちょっと狭くなっちゃったりするんですね。で、まあ、ベッドがこのサイズで、後ろにもバンクベッドみたいなのがあったりすると、どうしてももうこのボックスを小さくしなきゃいけないってことになっちゃうんですけど、まあ、そうするとね、やっぱりこの座るスペースがかなりね、ちょっと狭苦しくなっちゃうんですね。で、やっぱり7メーターになってくると、これだけ余裕なねスペースの、ダイネット、これはねやっぱり7メーターだからできるということなんですけど、まあ、あのベッドにも展開できるんですけどね、大人もしっかり寝ることができます。で、一軸のスライドボックスのデメリットとしてはね、どうしてもちょっとこう怖がりができてしまうと、まあ、これはあの構造の関係でね、このスライドシステムのモーターがどうしてもね、この床の上についちゃうと。大型モデルはね、下につくのでフラットのねスライドっていうこと多いんですけど、一軸はどうしてもこうなってしまうんですけど、あのいろんなモデルよりね、ここの高さかなり低いと思います。なので多少段差ありますけど、乗り降りにはねさほど支障はないんじゃないかなと思っています。からこちら、通常ねこういったところはぐらないと出せないんですけど、これね引き出しついてます。これかなり大きいですね、これね。はい、こんなね、もうこの座面の部分全部下がね、こんな引き出し収納になってますんで、もちろんあのスライドをね出してないとちょっとあの使えないっていうところありますけど、まあ、かなりな量がね使えるっていうのと、出し入れしやすいというところはねポイント高いと思います。で、こちらにもね USB ポートがついています。で、ぐるぐるぐっといくと、まあ、こちらヒーターのオンオフのスイッチですね。で、冷蔵庫はこんな感じ、 12V コンプレッサー式の、2ドアのね、大型冷蔵庫、黒のねツヤツヤした綺麗なものになります。で、その奥はトイレとシャワールーム。はい、ブラックレーベルになるとね、このなんかこのボディのあたりからもね水が出てくると。はい、こんなようなねちょっと変わったシャワーシステムがついています。で、上の方はねちょっとスカイライトはないので、ちょっと明るさっていうのはね、昼間でもちょっと暗い感じになっちゃうんですけど、まあ雨漏れとかのリスクがね、少なくていいかなと思います。で、ベンチレーターはね、結構いいしっかりしたねファンのベンチレーターがついています。はい、で一番奥の方にはバンクベッドがありますね。先ほど見てもらった通り、上のね窓も開けることもできますし、下はこんな感じですね。はい、で、このね上も下も USB ポートがついてるのでね、もう今この辺はねあのないと結構ね辛いかなというくらいな、もう設備になってきましたよね。はい、こちらキッチンですね。ガラストップの2バーナーから結構大きなねステンレスのシンク、フォーセットもおしゃれですよね。で、このモデルねやっぱいいなと思うのはね、ここちゃんと窓があるんですよ。なのでね、まあ、こうキッチンに立てても外が見れるというのもいいんじゃないかなと思います。はい、電子レンジ、まあ、これ USA そのままなんでね、ちょっと難はあるかと思いますけどついています。はい、上はこんな感じの収納で、バッテリーの、ね、電圧のチェックも常時、ね、表示されているので、安心かと思います。こちらね Bluetooth 対応のオーディオになります。で、キッチンの下は、先ほど紹介したね外に冷蔵庫がこのね、パネルの裏に入っちゃってるので、この扉の割にはちょっと上しか使えないので、ちょっとここはね狭いかなという感じはありますけど、まあ、あの普通に食器ぐらいとかだったら入ると思います。こちら暖房設備ですね。はい、とにかくこのモデルはね通路がかなり広いです。で、このエントランス周りも本当広いんですよね。まあ、こう一番人がね通るところがやっぱりあの広いトレーラーとかっていうのはね本当に使いやすいかと思います。このね、家具、こういった家具がね、この22年モデルまでは、ブラックな家具を使っています。で、23年モデルは、ナチュラルウッドなのでね、まあ、こんな感じの、カラーのねキャビネットとかに変わってきちゃうんですね。で、もちろんね明るくなってっていうところはあのいいかなと思いますし、まあ、このね内装のあれに関しては好みだと思うんですけども、まあ一応ねブラックレーベルといったらこっちの方が、
まあうちとしてはしっくりくるかなという感じはねしてますけど、まあ23年モデルもね、12月の頭かな、23年モデルの内装のものもね入ってきますので、そちらもねご検討いただければと思います。はい、ということで今日はね、フォレストリバーのウルフパップ17GAG ブラックレーベル22年モデルをね紹介させていただきました。まあ非常にねこれスライドが大きくて、まあかなりね快適なモデルです。フロントのベッドもダイネットも、全てがね、ちゃんと機能したモデルということでね、すごく使いやすいかと思います。あ、一つ忘れました。スライド入れてみますね。ちょっと解説し忘れましたんで、これちょっとスライドをね、一度入れてみたいと思います。今出てる状態ですので実際のスピードで見てみてください。そんなに遅くないですね。で、まあちょっとこれだけ大きいスライドボックスになりますので多少のデメリットがあります。そこもね、隠さずお話ししておきましょう。はい、かなりねこう狭くなってきてしまいます。でこの辺はね普通に通れるんですけど、ここの部分ですね、どうでしょう、まあ20センチちょっとぐらいになっちゃうんですよ。でここを越えていかないと後ろのベッドやねトイレや冷蔵庫っていうのがちょっと使えないので、前のモデルよりは行きやすくなりました。まあ僕は小柄なのでね結構スッと行けちゃうんですけど、ちょっとねここだけが問題です。まあここを乗り越えてくれば全然行き来はねできなくはないかと思うんですけど、スライドのねデメリット、まあこれだけ大きなねやっぱりスライドを搭載してしまうとちょっとそういったこともありますけど、キャンプ場ではもう完全に出して使えるわけですから、まあサービスエリアや道の駅などをね仮眠の時にちょっと難があるよと。ただね後ろに寝る方の分がここで寝たりすれば全然ね、ここをベッドにしてこちらもベッドだったら4人はね多分寝れると思いますんで、さほどね問題はないんじゃないかなと思っています。でこのねスライドよくね壊れないですかとかって聞かれるんですけど、壊れないというよりね、原因としては一番多いのは壊してるって感じですね言ってしまえばね、まあ操作の問題だとか、あと出した時にね、外側を確認しなかったので外側に何か物があってそこにね、ボックスをぶつけてしまったとかいうことによるトラブルっていうのがあります。で、もちろんね何かあった時には対策してこう非常時はね回避できるというふうになっています。はい、ということで改めましてね、この22年のね、ブラックレーベル、このモデルは現車1台ということになってしまいますのでね、この黒い内装のね 17JG がいいよという方はねちょっとお早めにねご検討いただければと思います。でもちろんね、この車両ね決して安くはないと思います。騒がれてる円安の影響とか燃料費のね、高騰によってその輸送費とかも上がっちゃってるということもありまして、従来と比べるとねちょっと高いのかなという気はしますけどもね、それを言ってたら買えないということになっちゃいますし、まあ現車を見ていただければね、まあそれくらいの価値あるとは思ってはいますのでね、ぜひご検討いただければと思います。はい、ありがとうございました。